はい、こんにちは、高校数学 TV です。ここでは9面の方程式やりましょう。9の方程式ですね。僕は今まで円はやってるんです。円の方程式どんなんかっていうのはやってると。中心が AB で半径が R の円っていうのは、もうこれはもう何回も数人のとこでやりましたね。 x-a の2乗足す y-b の2乗が R の2乗になると、まあ、これについては数人のとこでね、説明してるので、ここでは詳しく説明しません。もうこういう公式があったと覚えててもいいですし、理屈で覚えてる人はそっちで言っても OK です。とにかく円がこうやったっていうのを再確認してください。でこれを抑えられてたら9も全然難しくない。9っていうことは空間平面上にあるんですね。空間上にあって、中心を ABC とすると、 X 座標が A、 Y 座標が B、 Z 座標が C とすると。で A 角とややこしいんで、もう逆にね、この X 軸 Y 軸 Z 軸っていう風な書き方はしてないです。ただ、空間上にあって中心が ABC で半径が R の時に、もう簡単です。1個増えるだけ。 X 軸 A の2乗足す Y 軸 B の2乗にz が増えるだけ。 z-c の2乗が r の2乗と、1個増えただけですね。これとこれ見比べたら、もうそういう風に掴んどくとシンプルですね。ただそれだけですね。で実際問題に出るときは、この円の時でも9の時でも、なんかこういう風に直径の両端がヒントで与えられている時があるんですね。こういう感じで、この a と b がヒントで与えられているよと。こういう時でも、こういう円とか球の方程式をしっかり求められるようにしときましょう。で、何が大事やっていうと、直径の両端が分かっているときは、中心を自分で求めることができるんですね。中心は、この直径の中点ですよね。AB の中点やと。そうやったら中心を自分で出せるよと。で、半径はそんな中心を出してから、この AO でもいいですし、BO でもいい。どっちでもいいですと。直径の両端が分かっているときは、まず中点を求めて中心を自分で出すと。それがポイントなんですね。以上を踏まえると、ここでの問題っていうのは結構簡単にできます。じゃあ見ていきましょう。まず1番ですね。1番は点マイナス3に1を中心とする半径2の球面。もう代入するだけですね。この公式に代入するだけやから、x にマイナス3をマイナスでかまして入れて2乗すると。で、y-2 の2乗、z-1 の2乗が半径 R の2乗と。よって、もうこの式で答え。ってなるだけですね。もう公式に入れるだけです。次、2番は原点を中心とし、点 2-1-3 を通る球面という問題やけど、今回は半径が分かってないですね。半径が分かってないと。半径を求めてあげる必要がある。まあ一番シンプルな方法はもう半径を自分で R ってして、中心が原点やから、まず、x2 乗足す y2 乗足す z2 乗が r の2乗と言えるというふうに自分で置くと。で、中心原点ということは、点0、0、0を通るということですもんね。だから、x-0 の2乗と y-0 の2乗と z-0 の2乗が r の2乗と。で、さらにこれが点 2-1-3 を通るので。ということで、もう代入してあげて、4足す1足す9が r の2乗で、r の2乗は14と。で、分かっといて、もうそのまま答えでもいいですし、まあ念のため一応ね、R を求めといてもいいです。ね、この公式のポイントは、右辺が R の2乗やから、もうこの2乗の段階で OK なんですね。だからこのまま答え言ってもええし、まあ一応 R をちゃんと出しといて、そこはまた2乗してもいいです。どっちでもいいですよ。で、はたまた、こういう風に文字で置くめんどくさいわっていう人は、もう自分でこういう風に、想像してね、球があって中心0、0、0で、点、この辺、何やったっけ。2-1-3を通ると。ということで、この半径を出すのに、これは、こっからここの距離ですよね。ほんなら、空間の距離の求め方みたいな感じで、OA の2乗は、これ2乗足す、これ2乗足す、これの2乗と、引き算して全部2乗足したやつでしたよね。という風にして求めて、半径を出してもいいです。やり方はそれぞれです。ね、ここでのポイントは、中心原点で半径が分かってないので、半径は頑張って自分で出そうねと。文字で置いて代入してもええし、この距離を出してもいいですよ。っていうところでした。次3番。3番がさっき言ってた直径の両端がヒントで与えられているパターンですね。2点 A0-23B-62-1 を直径の両端とする球面の方程式を出せと。で、直径の両端が分かっているときは、まず自分で中心を計算して出すと。ね。まあ、適当に A 角と、
この辺に A があってこの辺に B があって、なんで C はここが中点ですよね。だから中点を出して中心を出してますと。で半径は AC でも、まあ、BC でもどっちでもいいです。どっちでもいいです。で半径は AC やから、あとはこの AC 間の距離を出すためにこの2つの座標 A が 0-23 とで C が -301 やと。でこの空間の間の距離っていうのはもう空間のところでやりましたよね。あの具体的にはそっちの動画を見てください。ここでは詳しく説明しないですが、引き算の2乗を全部足したやつになると、 AC の2乗は17になるよと。よって、計算すると X たす3の2乗たす Y の2乗たす Z-1 の2乗が17になるっていう感じですね。ここのやつは中心 -301 やから分かりますと。でここは半径の2乗やから17がそのまま入りますよということでした。はい、ということでね、ここでは9面の方程式やりました。センター試験とかであんまり出ないですけど、学校のテストとかではちょこちょこ出るんでね、しっかり確認しておきましょう。もうポイントは円とほぼ一緒っていうことでしたね。円に比べて1個、これが増えただけだよと。でさらにこの直径の両端が分かっている時のヒントの使い方ね、直径の両端が分かっている時はまず中心を自分で出そうと、中点なんだからと。でそれから半径も自分で頑張ったら出せるよっていうことでしたね。あとは類題見つけてノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。